季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、いともたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、家のな夢のない家を出て、愛のない人に会う、隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった、当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです、一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。はい、こんばんは。今夜はね、春夏秋冬を歌いました。さて、今日もね、YouTube でライブ配信ね。今日は仕事遅くなっちゃったんで、街中からでね。じゃあ行こうか。でも街中の部屋があってよかったよね。遅い時でもね。今日カップヌードルだ。寒い。一杯だけ飲んでね。もう遅いからな。星座学2023年2月。13日、月曜深夜だっけ？ね。13日、月曜深夜。教師、伊集院さんだね。伊集院さん、昨日やっぱジャンクスペシャルですからね。じゃあ、通常の、今やってんだね、もうね。面白かったね、昨日ちょこっと見たから、昨日夜伊集院さんとか出てた。爆笑問題とか、ね、山里さんとかね、面白かったね、ジャンクスペシャルのね、面白かった。ちょこっと見ながら、夜遅いからね、あれ聞きながら寝たけどね、面白かったね、昨日。でも早いな、ジャンク始まってもう20年なんだね。畑過ぎの20年、あっという間だね、ほんとね。昨日のことのようだけどね、ジャンクなんて。まあ50になるとそうだよな、ほんとね。20年ってあと大した距離感ないよね。まあじゃあ、20代、30代と比べるとね、まあ40前と比べるとね、50になると20年で、ほんと短いね、ほんとね。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように触れる肩のぬくもり感じながら話をもっともっとできるならば、今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の生指でたどり、後の言葉迷いながらそっと言った。街の明かりキラキラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。好きな歌を耳のそばで
君のために弾く歌い、甘い涙誘いながら、そしてまた街の明かりチラチラ、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな、胸が弾む時よ。はい、こんばんは。今夜はね、街の明かりを歌いました。2023年2月の13日月曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日は仕事遅くなっちゃった、遅くなったんで街からです。どうもね、遅くにどうもね、ネットさんどうもね、パンスケさんどうもね、プツさんどうもね、ジャラクシさんどうもね、おっさんさんどうもね、そんな今日街屋だからさ、そんなのはできない。今日遅かったんで、鍵村さんどうもね。で、今日簡単なもんで遅いからさ、簡単なもんで行こうか。もうね、カップヌードル、おなじみのやつ、カップヌードルビッグ醤油味、遅かったね。カップヌードルの醤油味、基本中のやつね。これ行くじゃん。じゃあこちらで、こんばんは。あ、どうも、シルバーさん、お服にありがとう。今日仕事遅くなっちゃったので、町屋からです。で、お夜食はカップヌードル。じゃあ、お湯沸いたかな、もうね。あー、寒いよ。電気ポットのままでいいや。こっちの部屋はあったかい、やっぱり。ああ、でも沸いたし。じゃあ今日カップヌードルね。醤油、オーソドックス。基本中の基本だよね。カップヌードル醤油味。そうね、これ。でこれはさ、もう、この間知ってビッグ A だっけ、なんだっけ、町屋の、閉店したお店のだから、ニアリブスって言ったんだよ、これ。その時買ったやつ。なんだっけ、あそこ。町屋のあそこのお店、安いお店。もう閉店したから、2月10日で。あそこでね、閉店間際セールで売ってたやつ。プラスワンだ。プラスワンで、ほんと、2月、1月だっけ。処分で売ってたんだね、確かこれ。それで、手頃だったんだ、これ。まだちょっと、あと3つぐらいある。プラスワンで買っといたんだ、これ、ビッグカップヌードル。じゃあ、これで、じゃあ、1本だけ飲んでちょ。そうね。じゃあ、1本だけ飲む、遅いからさ。一本だけ飲んで終わろうね。もう遅いからさ。で、まだ、でも、街だと思えば楽だよね。まだ2時台でもね。3時に寝てもね、4時間あるしね。あ、やっぱ部屋があるといいね。遅い時はね。職場に近い部屋があるといいよね。やっぱ通勤電車楽で、俺できっこねえじゃねえか、俺ないと。人のやりたら仕事だよ、そんなの。じゃあ、今日の一杯持ってくんね。ちょっと遅い。12時半だったかな、帰ってきたのがね。もう来ない。もったくない家賃だ。今こうやっているよ、家にここ。もったくないよ。もったいなくない部屋だよ、だって。こうやっているんだもん、この部屋だもんね。この部屋なかったらこうやって過ごせないもんね。部屋にあって電気もガスもあるからこうやってできるんだもんね。死ななくないよ。仕事後帰って数時間寝るだけで楽だよ、ほんと。オールナイトなんてそんなもんは、高校生の人がやるもんだよ。1日ぐらいやったら大変だよ、もう。つらつらが大変だよ。
じゃあ今日の一杯軽く持ってくる。今日は一杯だけで。一杯飲む。じゃあ今日は一本だけで。この部屋は暖かい。ああ、台所の方寒いんだよ。じゃあ缶ビールと。いや、フラノビール、安いやつ。じゃあこちら。トップバリューのやつ。じゃあこちらで。どうも。今夜こちらで。コタさんと、どうもね。じゃあ今日はこちら黒ガキの一杯。じゃあ乾杯しようか。歌は歌わないからね、もう遅いからさ、最近の一曲で。はい、乾杯。パンスケさんなのね。ああ、でもこの部屋はあったかいんだ。この部屋はエアコン入ってからね。隣の板の窓寒いんだよね。この部屋はあったかいよ。この部屋は徘徊しないよね。風呂上がりちょうどいいんだよね。風呂上がりの一杯ね。風呂って言ったら指でも入らないけどさ、シャワーだけど。うちのアパートはそうなんだね。沸かせないからさ、うちの部屋はさ、お湯をためる式でさ、だからシャワーなんだけどね。まあそれでも気持ちいいよな。うん、マキちゃんには彼女がいるんだよ。彼女にはマキちゃんには彼女がいるんですよね、うん、レナっていう彼女がいる。レナちゃんがいて、うんうん、レナちゃん、マキちゃんにはレナっていう彼女がいるから大丈夫よ。レナちゃんレナ、井上レナちゃんっていう女の子がいるんだ、うん、あ、どうも。ね、どうも、ゆうはさん、遅くなっちゃったら待ちながらで、ね、フラノビール、おなじみ。そう、井上玲奈ちゃん。うん、これで飲みはおしまい。遅いから。じゃあ今日はカップヌードルで。オーソドックス。じゃあ今日のお夜食はカップヌードル行くよ。もういい感じだ。あ、うまそう。定番中だよね、カップヌードル。ビッグ醤油、あ、謎肉、卵、エビ、あ、やっぱほんとこの味はほんと定番だよな、ほんとね。うん、あ、うまい。あ、この、うん、やっぱどうビッグ買っちゃうね。ビッグいつもさ、スーパーカップサイズ食ってるでしょ、あれ、うん、ビッグと麺の量大体同じなんだよね、あれ。よく各社が出てるんじゃん、あれ。これ、スーパーカップサイズのやつ。あれと大体量、女の麺の量がね。
あれ、あのサイズ食ってるとさ、通常のカップヌードルなんかしょうぶな寂しくてね、だから90ぐらいあるんじゃない麺の量、麺の量確か、とにかくこれ麺の量どのぐらいだっけ、これはっきり言うだもんね、大体一緒だあれね、そう、通常の丼サイズのと山で食うのはさ、あれ通常のサイズ、あれ通常のカップヌードルだったらさ、あれシェラカップぐらいで足りるんだよね、お湯だから足んない、これこれだったらさ、うん、シェラカップじゃ沸かせないからね、これね少ないからね、アニメの影響だろうね、カレーはね、うん、カップ麺といったらね、あの影響だろうな、ゆるキャンの影響で、うん、あうまい、うん、あれこの間も言ったけどさ、セブンイレブンもさ、あれプライベートブランドでこのサイズ出たもんね、このでかいやつね、あれあれは通常で180円ぐらいか、あね、あれあれは手頃だよな、200円以内で買えるもんね、コンビニだったらこのさ、これだったら220円ぐらいだもんな、230円か20円か50円ぐらい安いもんね、カップあれセブンだったらな、そう通常ね、これこれで、あと丼サイズのカップ麺と同じ量やもんね、これはね、これだったらね、コンビニはだからセブンなんだっけ、セブンのやつあれは買うよね、コンビニで、あのさセブンあるでしょ、プライベートブランド、あれだったらあれだったらこのサイズでもね200円以内で買うもん、あれね、ミニストップ待ちやないんだよ、ミニストップ閉店しちゃって、ミニストップ全然ないやん、まあ一回やってください、閉店してあれ前バスケットになっちゃったし、ないね、ミニストップ、町屋は。ないやな。ああ、まあ。歌いらないと来なくていいぞ。うん、まあ。うん、ああうまいね、うん、うん、中本はああいうのは買えないよ、あんまり買ったことない、セブンはセブンアンドセブンプレミアムしか買わないな、高い、うまいね、うまい、うん、
うまい。うまい。でも2時半に寝れそうで良かった。2時半。ああ、美味しい。お腹すいてこのカップヌードルってうまいよね、うん、この夜の時間にうまいねこれね本当ね、うん、ああ誰でもが好きな味だよこれな。食べなそのおかわり、うん、これだけで十分、うん、ビッグちょうどいいよな、このサイズ。録画じゃないですよ、ライブ配信だよ。高橋さんでもね。ビッグカップヌードル、お定番のやつだ。大丈夫よ。うまいね。ああ、おいしい。うん。じゃあ、はい、おいしくいただきました。ではまたね。うん。今夜カップヌードルでした。うまくおいしくいただきました。ではまた、遅くにありがとうね。おやすみね。うん、遅くにどうもありがとう。今日は仕事遅かったんで待ちながらでした。ではまたね。おやすみなさい。遅くにありがとうね。ありがとうね。うん。ではね。またね。ああ、ユンハンさん、ありがとう。おやすみなさい。どうもね。また明日。